今日1月26日は文化財防火デーです。国宝に指定されている青葉区の大崎八幡宮では消防訓練が行われました。文化財防火デーは1949年1月26日に法隆寺の金堂が焼け壁画が焼損したことから文化財を火災から守ろうと定められました。社殿が国宝に指定されている青葉区の大崎八幡宮で行われた訓練には神社の職員や消防団などおよそ60人が参加しました。訓練は社殿西側の杉林から出火し延焼の恐れがあるという想定で行われ、火災発生の連絡を受けた職員が初期消火や参拝者の避難誘導の手順などを確認しました。また今回はフランスのノートルダム大聖堂や沖縄の首里城の火災を受けて去年社殿の周囲に設置された6基の放水銃を使った訓練も行われました。周辺からの類焼防止、それが一番の課題かなというふうに思っています。うまく活用できればですね、かなり手堅い防御体制かなと。